うわリング中央に戻して、改めてブラディーガーザー決まってしまった。6本にスリーキー初戦勝てず。お前らヘナチョコってこと。ニュージャパンワールドナンということで、本日のゲストは太一選手に来ていただきました。またあの子いるじゃん、なんか可愛いっつった。前からね、お気に入りのスタッフいるけどね。名前なんだっけ、忘れちゃったよ。仕事中だから、何ちゃんだっけ。もうすぐ女を見るな、もう名前忘れちゃったよ。仕事中なんだから、もう今日ジュニアタッグリーグが開幕してるから、もうちょっとそれをね、ちょっと振り返りたくて一緒に。なんでまず最初からいこう。ゲドー選手、ビクトーゴー選手のこのタッグ、これがね、ロビン選手とタイガー選手相手に指導しました。いやちょっとしびれたね、ちょっと少年の心に戻ったね。で、対戦相手がまたパトリオットイーグルっていう、ロビンイーグル、タイガーマスクだとか、もう心震えたよね、パトリオットイーグル組。パトリオットさんね、亡くなって、まあいろいろね、パトリオットミサイルとかパトリオットボムとか出したけど、あ、じゃあラクロスだ、ラクロスじゃない、トラみたいなマスク、ラクロスイーグル組だ。違うから、90年代全日本からもう卒業してくれるんですよ。いやしびれたね、90年代思い出したよ、90年代道のプロレスと。いや道のプロレス、なんかお前ゴザ敷いてみたいなとか言ってたもん。思ったよ、まあ見たことねえけどそんなのに。ただそれくらいね、昔から活躍してるこのゲドー選手と東郷選手、改めて今2021年見てどうよこれ。いや大したもんだね、大したもん。あの年になってほぼ変わらずじゃね。いや確かにね、確かにそうだね。まあ今のファンにはね、ちょっと分かんないかもしれないけど、まあちょっとしびれだね、本当に。ただこのね、東郷選手、ゲドー選手が負けてしまうくらい、やっぱり現チャンピオンと、あとこのタッグリーグにこうかけてるタイガー選手の気持ち、これはどう？やっぱロビーイーグル選手、あのデスペラード選手をタップアウトさせた男だよ。いや、そちょっとイーグルスのその何 G イーグルスがちょっと俺いまいち見たことなくてな。だから引っ張られんだよ、そっちにばっかりも。あのペが負けたこともすげえ衝撃だったし俺の中では、ね、まあだからこれからどんな人間かじっくり見させてもらおうかなとは思ってるけど。まあ確かに。でそのセミファイナル、そのエルデスペラード選手、金丸選手と田口選手、ワト選手、最後の最後、田口監督が金丸選手を倒すかなっていう時に、金丸選手が一瞬の隙をついてくるんだ。一瞬の隙をついてケツ出したもんな、ノブがな。ケツ出してから？出してどうかった？出してないだろう。金丸選手ケツ出さないだろう。よく出してるけどな、俺らの飲み会で。それ酔っ払いすぎでしょ？酔っ払って3人で3人のケツ出し合って笑ってんだから。ズボン下ろして。何ていう飲み会やってんだろう。しょっちゅうケツ出してるから、俺は分かんねえ。リングの上では出してなかったから、もう一瞬気をついて丸めてた、しっかりと田口監督。これやっぱりエルデスプラド選手、金丸選手っていうのは、太一選手から見ても優勝候補。まあ優勝候補っていうか、もう一番安定してるな、やっぱり。うん、でもその他、まあ、対抗としてはやっぱりゲドー、東郷、ね、まあこの辺の決勝とかありえるんじゃないかなと俺思ってるけどね。まあね、そこがね、こう、つい争ってくるんじゃないかっていうところなんで。メイベント、石森選手、ファンタズム選手対3K、 これはもうディフェンディングチャンピオンが3年連続3連覇してる 3K が、いやひどいもん見たよ、ひどいもん、ひどいもん見た。あれが3連覇してるやつをね、まあ1人だけどね、ようか、あらひどいもん見たよ。翔選手のことはまあ認めてるというか、認めてるとか、まあまあ1人になった時もよう1人でやって結果も出してたし、まあでも今日もな、その陽のことをサポートしてるのも見えたし、見えたね、うん、もう本当何とかサポートしてた、ちょっとな、一人だけなんかどうだっていう感じだな、あれな、あのやんなっちったよ、帰ればよかったよ、本当セミで。いや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 、ファンタズム選手はね、こう優勝して GP タッグに行くっていうようなことも言ったけど、それじゃあ来るなら来いよっていう、そんな感じで。どうかな、嫌いなんだよなこいつら。おー言ったね、なんかこうムカつくとかイライラするとか。エルファンタ、何ファンタスティックス、エルファンタスティックス、エルファンタスティックスと石狩泰治がどうしたって。いやいやいや、もう昔すぎて俺説明するのももう尺に必要だよ、もうそんな昔の全日本とお前の昔のトミー・ロジャースとボビー・フルトンがどうしたね。誰もわかんないこのワールド見てるの。新日本のこと言ってくれよ、新日本のこと。もう何言うか忘れちゃったよ。だからまあまあ、そのエルファンファンタスティックスな、ファンタスティックスがどうしたの。いや、ファンタズム選手、やっぱじゃあここも
硬いなって思う？いやどうだろうな、あのおふざけがあるし、ここはちょっと読めねえな。じゃあやっぱりデスペラーズです、金丸選手とゲドー統合。まあその辺の決勝が見たいね、俺はね。まあねこれはね、また次の日もどんどんリーグ戦続いていくから、まず一番近くで言うともう明日になります。あれ、カンナムエクスプレス出てないの？カンナムエクスだから90年代の全日本やめろっつってんだよ、もう本当に。もうね、8月8日これまたリーグ戦全部で5試合ある中で、また明日もありますんで、ぜひそこはライブ配信で後楽園ホール18時半ご覧になってください。わかった、明日も来るわ。明日じゃないだろ、8月9日だった番組。明日来る、明日も来る。明日ダメなんで。な、どっちなんだよ明日はあのオリンピックの閉会式ちょっと読まなきゃいけないんで。ずいぶん重要な役だな、おい。重要な役だな。政府呼ばれてて。そんなにお前、国のそこまで行ってたの？そう、意外とな。そう。そして、リーグ戦が3つあるうちで、金丸選手、デスペラード選手対、あの東郷選手、下道選手。これは、どう予想する？明日が。明日なんだ。うわ、見てえな。明日忙しいんで。オリンピック行かない。明日オリンピック行かなきゃなんねんな。うわ、これ見てえな。これどう予想するよ、これ。いや、これはもう俺もわからん。見てみないと。あのやっぱあのブラックハーツの2人があの似た者同士だからな。どう来るかっていうところもあるし。ブラックハーツじゃないし、もうそれ昔の全日本です。確かに今似ちゃったけれども。これは見てえな。今回の公式戦の中で一番もう誰もが興味持ってんじゃないか。悪対悪の知恵比べ、ぜひ。悪対悪で解説も悪っていうね。あさってが？あさっては来るぞ、言っとくけど。あさっては来る。なあ、この表見てわかるだろ、一人だけジュニアの名前入ってねえやつがいいんだよ。むしゃくしゃしてるやつがいいんだよ、今。まあ、鉄パイプ振り回してよ。あ、はいはいはい。これはどで始まる選手？なんか、どいいぞお前、全日本プロレスの誰かどういたかなっていうのを考えなくていいよ。ちょっと出てこない。同期選手でいいから、はい、そこはもう。まあいつもなんか言いたいこといろいろあるらしいぞ。ああぐず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 俺にまあいろいろあいつの気持ちだから、俺はあいつと本当は出てやりたかったんだ。パートナーにねえの分かったから。まあお前はなんだっけ、135キロから減量したんだよ。一応135もないだろ。236キロから135まで減らしたんだ。誰がアンドレと橋本慎也だよ、この野郎。いや、自分で言ってんだろ、もう。どう見てもジェフコブ選手より重い体重じゃないだろう、それ。いや、ちょっと減量失敗しちまったんだ。減量失敗した。一緒に出てやるから。だからまあ、いろいろあいつなりにこう、むしゃくしゃしてるとこあるらしいから、いろいろ言いたいんだって、お前にも。なんでそれ。言いたいことあんだとよ。あんたが失敗したから、同期的な出られる。いやいや、喋らせてやってくれよ、あいつ。来るのね、じゃあ。連れてきてやるよ。ただ、多分お前ボコボコされるぞ。なんで相当嫌いだっつだろ、お前。じゃあ、連れてこなくていいよ、そんなの。ボコボコしなきゃいけないんだから、こっち。いやいやいや、もう、あれやこれや全部喋れてたの、未来のこと。なんだよ、あれやこれ。俺もわかんないよ。なんか全部言うてたの。なんだったら、恩返ししてもらう立場だろ、これも。いや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 、こっちは恩返ししてもらいたいよ、お前。なんでだろ。俺と同期がこの関係あったから、お前今仕事あんだろ。なんなんだよ、それ。どういうことだよ。よかったな、おい。いやいや、違うだろ、お前。同期先生、できんのか、本当に。来るのか。あ、いや、お前、そういうこと言ったら、本当あいつ何言うか分かんないぞ。何やるか分かんないぞ。本当に、何なんだよ、もう。あれもこれも言わせるよ、全部。いやいや、俺も言うから。同期先生、来なくていいぞ。もう、プロレスの実況解説じゃないよ、もう。来なくていいぞ。全部言ってやるよ。ダメだ、来なくていいぞ。ついに、あの男が。そんなに引っ張ることか。ついに。